こんにちは。ホームメディカルクッキングの時間です。お肌のシミ、吹き出物で悩んでる方いらっしゃいませんか？鏡を見てなんだかカサカサ、このシミがなかったらもっと若く見えるのに、この鼻なんとかならないかしらとお悩みの方は多いのではないでしょうか。いろいろな美容法がありますが、お金がかかったり手術や薬で後の副作用が怖かったりと挑戦しづらいですよね。今回は体質改善で綺麗になるしらすとネギのカナッペ、解説とともに作っていきます。動画の最後に綺麗になりたい人にたくさん食べてほしいネギの保存方法も説明していますので、最後まで見ていただけると嬉しいです。材料はこちら。最初にバター 15g とオリーブオイル 15g を耐熱容器に入れて電子レンジで溶かします。約10秒で OK です。その間にニンニク2かけをすりおろします。小さいですので手を切らないように注意してくださいね。はい、レンチンしたバターにニンニクを入れて置いておきます。次にフランスパンを切ります。あまり大きいとカナッペというよりオープンサンドになってしまいますので、これくらいでいいと思います。トレーにアルミホイルを敷いてパンを並べ、ガーリックバターをすべて塗り終えたら3分トーストして置いておいてください。次はごぼうを千切りしていきます。ごぼうは食物繊維を豊富に含んでいますので、便通を改善して老廃物を排出したり、血中コレステロールを吸収して動脈硬化の予防や糖尿病の改善にも効果が見込めます。全部切れたら酢水につけることでアクによる渋みやえぐみ、苦みを抜くことができます。一手間かけてくださいね。海苔も千切りしといてほしいんですが、海苔はビタミンだけでなくタオリンも豊富に含まれています。タオリンは悪玉コレステロールを減らし、脳疾患、心疾患にも効果があると言われています。そしてしこりや腫れ物を柔らかくして小さくすると言われています。はい、これが千切り直後と、こちらが酢水につけた方です。色が綺麗ですよね。はい、次はネギを千切りしていきます。昔から薬用野菜として用いられてきたネギは気血の巡りを改善して体を温める効果があります。実際にネギの白い部分には特有のツンとする苦味成分の硫化アリルを多く含み、疲労回復や血行を促進する作用があります。体を温める成分として漢方薬にも配合されている成分が含まれています。お血タイプの人はネギだけでも普段の食事にプラスするようにして血行改善を目指してくださいね。こんな感じです。はい、次にフライパンに油を入れて炒めていきます。ごぼう、ネギの順に入れていただいて、軽く焦げ目がついたらしらすを加えてさらに炒めます。東洋医学ではシミやくすみができやすい人というのはお血タイプと言います。お血とは精神的なストレスや偏った食事、睡眠不足などにより全身を巡っている血の流れが滞った状態のことを言います。皮膚や粘膜、歯茎、舌が暗視色になり、シミやくすみ、あざができやすくなったり、肩こりや頭痛が悪化したり、月経痛がひどくなってイライラしやすくなったりします。これらの症状は人それぞれですが、血の濃度や巡りの気を補うことで改善を目指すことができます。その気を補う食材の中で今回使うしらす。しらすは皆さんご存知、イワシの稚魚で気を補い、イライラや動悸、不眠を改善する効果があると言われています。 EPA と DHA をたくさん含み、血流をサラサラにする効果があり、動脈硬化や心疾患の予防にもつながるというのは有名な話です。しかしそれだけではないんです。しらすは不溶性タンパク質のエラスチンや必須アミノ酸のメチオシンという成分を含んでいます。エラスチンはコラーゲンにくっついて肌の張りや弾力を保っている成分です。エラスチンってどこかの CM で聞いたことありませんか？エラスチンは加齢とともに減っていく成分で、不足するとシミやたるみの原因となってしまいます。エラスチンを豊富に含むシラスを日常的に食べることで弾力のある張り肌を保つことができます。しかし塩分が多いので
1日スプーン1つくらいが目安です。尿酸値の高い方は食べ過ぎに注意してください。完成しました。作り方をまとめます。1、ガーリックトーストを作る。2、ごぼう、ネギ、しらすを炒める。3、トーストに具と海苔をのせる。東洋医学や薬膳はこれを食べたら一発で改善するというものではありません。自分の体質と食べ物の持つ効果を理解し、毎日少しずつ継続していくことで体調改善やメンタルを健康にしたり、体重を減らしたり、その他の効果もたくさんありますよ。ぜひ一緒に継続していきましょう。今回の材料はこちら。しらす、ネギがない場合はサンマ、もしくはサンマの缶詰とほうれん草や春菊も。美肌を目指し、おけつを改善する食材ですので、アレンジしてみてくださいね。おまけのネギです。おけつの人に食べてほしいネギですが、ネギをまとめて小口切りにします。このままだと腐ってしまうので、タッパーに入れ、キッチンタオルを入れて裏向けて冷凍します。するとパラパラなまま冷凍されるので、使いたい分だけ使えます。私はいつも常備し、味噌汁に入れたり、焼き飯に入れたり、いろいろ使っていますので、おすすめです。血流が良くなると体にいろいろいい効果が現れますので、ぜひ取り入れてくださいね。このような健康的な体質改善で、あなたの笑顔が増えると嬉しく思います。このチャンネルでは、ちょっとした体の不調を改善するためのレシピを紹介しています。あなたの症状に合わせた動画を見逃さないためにも、ベルのマークの登録ボタンを押してください。応援していただけると励みになりますので、いいねボタンも押していただけると嬉しいです。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。